15世紀の最終基本に描かれた、ライルとザントライン・ユライルことエティエンヌ・ド・ビニョルは、フランスの軍人、百年戦争後期で活躍した人物で、ジャンヌ・ダルクの戦友であったことでも知られる。ライルの紋章ガス購入のプレシャック・レワンに生まれる。少年時代からイングランド軍との戦いに明け暮れていたという、アルマニャック・ハク・ベルナール7世元帥の軍に、加わったのが最初の軍歴である。 1411年にピカルディへ進行、1418年にアルマニャック派の一員としてシャルル7世の軍に加わり、ブルゴーニュ派との戦いで頭角を表す。クシー城を一時的にブルゴーニュ派から奪還した戦いで武名を挙げる。この際に、王にヒズ、公にヒズ、皇にもひず、白にもヒズ、我はクシー城主なりという言葉を残したと言われる。 その後、バルスーキ教ルイ一世に雇われ、ベルマンドは、ラン、ロレーヌなどで戦った。1421年には、ボージェの戦いに参戦している。この際に泊まっていた宿で暖炉が彼の足の上に落ちて、着て、片足を骨折した。この後遺症で足を引きずるようにして、歩くようになったが、彼の傭兵生活の妨げとはならなかったようである。1427年に、 イングランド軍がモンタルジを包囲した際、ジャンド・デュノワラと共に、イングランド軍を破り、モンタルジを解放した。1428年10月25日に、オルレアン防衛のための援軍として、デュノワと同郷のジャンポトンド・ザントライユラと共に同地に、駆けつけ、目覚ましい先行を挙げた。またシャルル7世から軍資金を引き出すため、オルレアンとシノンの王宮を何度も往復した。 1429年2月のニシンの戦いに敗れ、オルレアンから離脱するが、ジャンヌ・ダルクがやってくると、彼女に最も忠実な戦友の一人となった。ジャンヌと共に戦って、イングランド軍のオルレアン包囲網を突破。続いて、アラン・ソン公・コジャン・ニセイ、ジルドレ、アンドレ・ドラバルラと合流してロワール川沿岸を、進軍した。パテイの戦いでは、 ザントライユと共に指揮官としての才能を存分に発揮し、フランスに勝利をもたらした。1431年、ルーアンへジャンヌ・ダッカンに向かうも失敗。ジャンルが家計台で処刑された時には、自身もドゥルダンでイングランド軍の捕虜となっていた。シャルル七世が身の白金の一部を負担することにより解放され、解放後には、フランス軍の総司令官となったアルティール・ドリッシュモン。 大元帥の主要な武将として活躍。ザントラインユと共に指揮官として1435年のジェルブロワの戦いに臨んだ。この勝利によって1438年にはノルマンディ総司令官と呼ばれたが1443年に1月11日、門頭版で負傷、死去した。百年戦争中盤までのフランス軍における傭兵制度のもにおいての司令官であり、 格格たる武軍がある。一方で略奪癖は治らず、国王と常備軍への軍政改革の流れの中で孤立していった。また、野戦においては、立志門大元帥の指揮下でこそ活躍したが、その指揮下を離れると敗北するのが常であり、1435年に、単独でトーマス・スケールズ期下のイングランド軍に敗北、1436年にも、 イングランドの将軍ジョン・タルボットにザントライユともども破れ、1437年には陣営をタルボット・スケールズに奇襲され、ザントライユが捕らえられかろうじて逃げ延びるなど散々であった。ただし略奪や野戦における敗北は傭兵制度の下での常である。古仏語で憤怒を意味するライルのあだ名は彼が素暴で怒りっぽい性格であったことに由来する。今日のフランス語でも 感触持ちを意味することして残っている。もともと教会や信仰にはまるで関心を持っていなかったが、ジャンヌが厳しく国会を迫るので、ついに彼も折れて国会をしたという。部下たちも多くがそれに倣って国会したようである。トランプのハートのジャックのモデルとして知られている。モンタルジ解放の時、以下のように神に祈ったとされる。もしもお前がライルで、ライルが神様だったら、 ライルがお前にして欲しいと思うだろうことをライルのためにしてやってくれ。ありがとうございます。